ところにみんなで遊びに行くことになった。はい、やったー。はい、たけし社長が3回目の、もうめっちゃ嬉しい。どうしようどうしよう、監督さんが行ってみて、はい、まいりました。あ、足はたけしを抜かすで、ね、とにかくたけしと会ったら私はたけしとパーンパーンパーン。たけし行け、今日は抜かしてるからな、今日は絶対負けんぞ。前はそっちゃなかったけどな。ご苦労、たけしだろ。まあ肩払いたいですか。あいつもやるけど俺もやるから。どうですか、東京来てどのぐらい経ちます。1ヶ月ぐらいです。1ヶ月ぐらい、はい、慣れました。少し慣れました、慣れました。近況報告みたいなのある。今ドラマの方で忙しいです。ダンスの方もう続けてます。今忙しくてなかなか練習する時間がなくて、でもまあダンスの方も頑張っていきたいと思います。水野君の近況は。あ、最近ですか。はい、最近はですね、全国大会に向けて新しい技を出したいからみんな猛練習してるんです。たけし社長に会いに行く前にですね、みんなあのウォーミングアップとしてですね、これから軽く体直しいただきたいと思います。それではミュージックスタート。ウォーミングアップも終わり、早速たけし社長のいる撮影現場へ。ここがね、撮影現場らしいからね、みんな早く早く早く、ちょっと行ってみよう。たぶんあそこら辺にな、映画監督の社長だからな、どこにいるかちょっと俺がちょっと見てくるからな、でみんな会えるかどうかちょっと来てくるから今。お願いします。じゃあカメラさん一緒に、さあさあご覧ください。これがね、あの映画の監督の撮影現場です。ちょっとすいません、失礼いたします。ちょっと中に入らせていただいて、現場が。いえいえ、おなさん。やはり映画監督ということで、あ、演出が、あ、監督怒ってる。社長、どうも。あ、なんだ。ご無沙汰してます。いつの間に。いや、映画。どうも。今日はですね。困るよ、映画の現場休校や。社長、その学校は。なんで？映画監督じゃないよかったんですか。いつもだよ、俺。いつもその学校で演出なさってるんでしょうか。やっぱ巨匠だからね、あの役者さんが怖がるから。知らなかったな、カメラが来んの。これでワイヤレスつけてるの怪しいな。バランスない。それでですね、あのダンス甲子園のみんながですね、あのぜひ社長にお会いしたいということで、お会いしていただけますでしょうか。ダンス甲子園、誰ですか。山本、加藤、LL、三郎、みんな来てます。じゃあちょっとあの呼んでまいりますんで。みんな早く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 、ご迷惑おかけしております。社長、竹棒
社長どうですか、山本いいな、これはいいよ。東京にやってきたリエルブラザーズです。こいとろねえ、どうですか、社長に初めて会って。ありがとうございます。じゃあしてみますね。おたおた、誰ですか。よろしくお願いします。ね、これもこの角度始めない辛いものがありません。説得力が何もありませんけど。九州のインペリアル、ミツロー。いいね。どうですか、ミツロー君。社長にお会いして緊張してます。軽く挨拶を。え、九州代表マイク持っちゃいましたね。インペリアルのメンバー3人です。よろしくお願いします。あ、もういいんですか。また優勝候補だろ。そうなんですよ、今筆頭に上がってますから。それではですね、社長、今週の山本太郎の丸々教育係、社長ちょっと選んでいただいて、いろいろ読んでいただけると山本がいろいろ繰り広げますから。これ行こう。犯人、身代金要求。身代金要求。変速しとけ。よっしゃ、やる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 しばらくポストが待ってた。東京特急局関係。そのまんまじゃねえ。もうちょっとやらせてみましょうか。いろいろあります。年中無休となるんだ。やります。乗ってきましたね、山本が。年中無休です。ガソリン補給だ。ガソリン補給。よっしゃー、よっしゃー。みんな、みんなイメージ通りじゃねえか。ちゃんとそんなことやるなと思ったらそのまんまだよ。裏切ってほしいですよね、もうちょっと。どうにか裏切るやつ。酒の特急。おー、いいねなって怒るよ、こんなの。実はですね、この日LL はですね、インペリアルと合同でダンスを作ってきたんです、社長のために。どこで踊った？ここでか？ここじゃちょっと踊れないんで、外に特設リンクを用意しておりますので、そちらで社長がミュージックスタートと言っていただけると。俺は昔ストリップ劇場出身だから嫌だよ。恥ずかしいよ。よろしくお願いします。じゃあスタート。見られない彼らの素顔。
も大興奮。エルエルブラザーズが教えるダンスハウトゥーやニューダンス、オリジナルダンスは全てノーカットで収録します。ステップに熱き青春をかける彼らのダンススピリット、これを見なけりゃダンス甲子園は勝てない。なお発売内容など詳しいインフォメーションは次回の放送でお知りします。お楽しみに。そして第3回高校生制服対抗ダンス甲子園参加者大募集、次なる開催予定地は名古屋、大阪、北海道。君のオリジナリティあふれるファンキーなステップを見せてくれ。